はい。ボスエリアまで来ました。えいえい、参ったか、この野郎。早く俺たちの前から消えちまえ。痛い、やめてくれよ。俺が一体何をしたって言うんだ。さあ、知らねえよ。でも、お前、見てると、急に気分がむしゃくしゃしてくんだ。さあ、お前たち、もっとこいつをいじめてやれ。はい、親瓶。あ、やめろ、やめてくれ。大変だ、このままじゃ、パグモンやられちゃうよ。こら、弱い者いじめやめろ。なんだお前。ねえねえ、まい。貴様、そいつをかばうのか。だったら貴様も一緒にいじめてやる。お前たち、わかってるな。えい、もちろんでさ。こうなったら戦うしかないね。が狙いにくい配置。流行りなんねえやつらだ。こうなったらオイラが直接いじめてやる。あーごめんなさい。彼見てるとなんだかこの前強い敵も握められたことを思い出してむしゃくしゃしちゃうんです。なんて言うんですか、嫌な感じってやつ。でもだからって弱い彼をいじめたりしちゃダメじゃないか。はい、これからはもうしません。な、お前たちも分かったな。へい、分かりました。アグモン大丈夫？NMI すまねえ、だけどよ、前にあいつらいじめた強いデジモンは多分、この姿に生まれ変わる前の俺だと思うんだ。だからきっとその時の仕返しなんだろうぜ。もしかして前のこと何か思い出したの？ああ、ぼんやりとな。まさかデジファームから勝手に出て行ったのも前の記憶と何か関係あるの？実は俺、近頃いつも、ある町のことを夢に見るんだ。それが一体どこなのか全然わかんないけど、そこに行けばずっと前、本当に強かった頃の俺のことが何かわかるかもしれない。なんだ、そういうことならちゃんと言ってくれれば、一緒に探してあげるのに。だってよ、夢の中からそれが本当になるのか、あったとしてもそれがどこにあるのか、さっぱりわかんねえんだぜ。あんまりお前に迷惑かけるわけにもいかないと思ってよ。そんなのこれっぽっちも迷惑じゃないよ。むしろそれで君の悩みが解決できるのはとっても嬉しいよ。だって僕は君のテーマなんだもん。ねえねえ、はい、俺嬉しいぜ。この場所なんだけど、一体どんなところ？そうだな、霧がかった崖があって、周りにはいっぱい化石が見えてるぜ。今までには行ったことない場所だね。じゃあその場所に誰か心当たりがあるか聞いて回ってみよう。おう、わかったぜ。
252。いやこれパンダモンに聞きに行った記憶があるんだよな。ちょっと待てよ、それってもしかしたらフルオーチェ・チェミオンかな。フルオーチェ・チェミオン、うん、本当に彼が夢で見た場所はかはわからないけど、とにかく一度行ってごらんよ。わかりました。ありがとうございます。ありがとうよ。全然違った。どうしよっかな、今回連れて行くメンバーは。多分 10XP はもらえると思うから、
ハグモンどうしたの？ここ確かに夢で見た場所に似てる。ってことは俺昔ここに来たことがあるってことなのかな？さあ、それはよくわかんないけどまだ先があるようだ。行ってみるかい？ああ、もう来たんだぜ。戦闘員、そういや。まあいいや。
フルボッチ手にはディジモンババモンが出てきて、倒したらディジモンババモンが野生で出るようになるんじゃなかったっけな。ってことはようやくまともなレベル上げができるのか。